朝日山は佐賀県鳥栖市村田町にある標高132.9メートルの山。九千部山陸の地高上低地を北に挟み、平地に孤立している。結晶変岸による基盤が長年の侵食によりなだらかになり、断球状の小山として残ったものである。山からは筑後川水系の西田川が橋、南に向かって流れている。 古代から交通の要衝にあり狼煙台や城塞などが築かれ、しばしば戦場となった。現在は朝日山公園として整備されているほか、麓にはブリジストンがゴルフ場を開設している。都市では古墳時代後期の群衆墳が市内各地で見られ、朝日山でも2期が確認されている。また、非常国風土器には、のろしい一書とあり、 狼縁台があったことがわかる。頂上にある平坦地が砲台跡とされていて、東脇山、西は日の愛山に続いていた。中世になると北九州は小西、大内市による攻防の舞台となり、朝日山には1334年小西の初流日西法が城を築き初代城主となった。その後も浅木が代々城主を務めたが、八代。 大の木が協力年間に討ち死にし、朝日山城は一時大内氏の大官が治めた。しかし、盾縄手の戦いで勝利した小二氏が大内氏の勢力を追い出すと、この頃大内から小二側に願えた渋川義長が城に入ったが、1532年には反抗してきた大内氏に敗れ撃たれた。その後は、 勝尾城を本拠とする筑紫市が市場として整備改修するが、1586年に北上してきた島津軍に破れ、城は廃された。なお、三名については、江戸期の書物、秘前古跡演技に以下の記述がある。昔筑紫の何坊を、この山に城閣を構え、軍をしけるに、敵宿り着せらイる度もとに、朝日の光に流出して、この山まばゆ、 仕組みへけれは、敵子は出てかかるごとなし、小浜る山と原筆を、夫れより朝日の白山と運ひでんでなり、非前古跡演技江戸時代では、鍋島藩のお借り場であり、幕末の頃には、積極的に西洋技術を取り入れた鍋島藩の様式調連場としても利用された。明治以降では、1874年の佐賀の乱で、 佐賀軍が陣を敷いて攻め寄せる官軍を迎え撃ったほか、1902年の特別大演習、1916年の陸軍大演習で、それぞれ天皇がこの山から演習の視察を行っている。朝日山城は車や掘り切り、土塁、猛来池の跡などが残り、典型的な中世山城として王子の面影を止めている。山全体が、 朝日山公園として整備され、朝日山宮寺岳神社が鎮座する本丸は、都市、久留米市街や美濃連山、九千部山の山並みまで見渡すことができる観光スポットとなっている。また、桜の名所でもあり、シーズンには多くの花見客で賑わう。二百九十段の階段を含む遊歩道では、佐賀と都市が春季トレーニングでクロスカントリーを行い、地獄のトレーニングとして、 話題となった。朝日山には、牛丼という点をつくような大男が、天秤棒で山を運んでいた際に、天秤棒が折れたために落とした二つの山の一つで、もう一つは、花立山になったという伝説がある。なお、花立山も朝日山同様に、放火台があったことから、この牛は、牛ではなく、古代の基人に対する損傷、大人で、古代の迅速な通信手段を、 巨人の営みに例えたものと考えられている。同様の伝説は、花立山にもあるが、こちらは山を落としたのは、彦さんの権限様となっている。ありがとうございます。